展示会ってお金をかけなくても、まあ、人手が少なくても、うん、大企業を中小企業が凌駕するっていうこともできたりするような、うん、非常にこう魅力的な手法。4つ目のテーマでリードの後追い方法についてということで、主催者さんが提供しているバーコードシステム の、うんうん、データのフィードバックが遅くて、後追いのタイミングを逃してしまうっていうことを懸念されていて、はい、システムを使わずにデータ収集ができるなんかいい方法があれば教えてほしいという質問になります、うんうんうん、はい、これはもうね、はい、名刺をくださいと名刺をいただいていくっていうことでいいとおっしゃる通りバーコードのやつで楽でいいんだけど、データとして戻ってくるのが2週間3週間下手したら1ヶ月みたいな、であればまあそういうものを使うよりも直接名刺をダイレクトにいただいて、でそれをまあデータ化してまあお礼メールを送ったりしていくっていう風にされる方が全然いいと思います。最近はもうこういうスマホアプリマイブリッジっていうのかっていう名刺管理ソフトだと、その代方のためにこう名刺をパシャパシャ写真撮っていくと勝手に社名、住所、名前、役職、電話番号、メールアドレス全部データにしてくれる。でそれをエクセル形式で吐き出せるっていう、まあ、便利なスキルがあるので、まあ、それを使ってもらっていますけどね。あとは獲得したリードの最適な後追いの方法というところで、以前だと名刺交換して、まあ、営業で訪問しますねっていうところが当たり前の流れだったと思うんですけど、うん、コロナ後のアプローチとして最も効果的な方法があればという質問が来ております。あ、なるほど、ありがとうございます。一旦ちょっとコロナ前後関わらずということで言いますと、はい、結局まあ実はここが一番大事なポイントなんですよね、うん、どういうことかというと、展示会のブースのその場では絶対に売れない。特に製造業の皆さん方のものというのはそうだ。だとするとその場でいくら盛り上がったとしても次につながらなければ売れない、うん、ところがですね、普通に何も考えずに展示会で対応して一生懸命やるとですね、集めた名刺に対してむちゃくちゃいい時でも3割ぐらいしか次は来れないっていうですね、うん、ここをどうするかっていうのが実はやり方があるんですよね、はい、に接触するためにもうあらかじめどうするかっていうことを仕込んどこうっていう話。展示会が終わった後、名刺をこうみんなのやつを集めて、おい、こんだけあるぞってみんなで頑張ってアップ取ろうなってやってるようでは遅い。前から考えましょうねっていうことで、例でお話をしたいんですけども、これは弊社が4年前かにお手伝いした掃除屋さんなんです。清掃の会社ですね。で、この掃除屋さんがもともとはこうビルとか飲食店とかの清掃を請け負ってたんですが、新たにこう介護施設の清掃を請け負うということを考えました。で、まあ、こういうブースを作りました。ちょっとコロナっぽい感じになってますけど、コロナとかまだ世の中になかったことのブースなんですね。で、ノロインフルの院内感染の阻止っていう。介護施設の方って、まあ、ノロウイルスが特に怖いんで、阻止できるような、お掃除ですということになると、それはいいよね。話になりやすくて、まあ、相手の悩みに直結してるんで、やっぱ来てはくれるんですよ。で、話してくれて、まあ、いい感じになるんですけども、こっちは、よっしゃと。やっと、いい客に出会った。って思って、はい、次の日にこう喜んで電話するんですよね。もしもしって言ったら、もう同じ日とか思うぐらいこう釣れない。誰ですか。いやいや、展示会場で何人もお会いしてるから、覚えてるの、切りますよガチャンと切られて二度と会えない、まあ、これがまあ一番腹立つけどよくあるパターン、もったいないってことですね。で、そうならないようにどうするかっていうのは、実はこれ答えがもうあるんです。ここにあるんです。徳川さん、どこだと。ここなんです。来場特典。当たりです。大正解です。これなんですよ。来場特典というところなんですよね。この例ですけど、限定80施設、ウィルト診断って書いてますけど、まあ、要はですね、こうするってことですね。実は今回、ウイルスチェック診断を実施していますと。このウイルスチェック診断は、特殊な空気の環境測定器を、その介護施設にお持ちして、水回りとか集会所とか寝室とか、いろんなところの空気を測定しながら、どのぐらいウイルスが発生する危険性があるかということを診断させていただくサービスです。本当なら、人が動くし、特殊な機械使いますから、通常なら最低でも3万円ぐらいはいただきたいぐらいなんですけども、この展示ブースでお会いした方については、先着80施設限定で無料で対応させてもらっています。実際かなりお得なんで、先からほとんどの方エントリーされてますけど、まだ少しだけ枠が残ってます。どうされますかって言って、エントリー取得はって、どうやったらいいの、ほな名刺もう1枚くださいって、
ね。で、うん、これ確かにエントリーしておきましたから、またうちの係のものからいつチェック診断にお伺いするかっていう日程の調整とかのお電話させてもらいますねって言ってリリースすると、必ず次に会えますよね。うん、あ、こういう企画をぜひですね、あらかじめ、うん、なるほどですね、欲しいんですよね、はい。この作戦でやった結果ですね、この企業さんの場合、エントが128。80ちょっともう上限を超えちゃった。結果ですね、次につながって、つまりチェック診断ができたのが同じです、128。で、そこから受注制約をしたのが76か。76件。これは悪くないでしょ。多分ね、これをやらないとそんなには言ってないはずなんです。特殊なことをやる必要はない。どちみちやるようなことをちょっと相手にメリットがあるように立て付けを変えて提供する。このイメージでやってみていただくといいかなっていうふうに思います。5つ目のテーマの方に移らせていただきまして、5つ目が展示ブースの見せ方というところで、どういう展示ブース作ればいいかっていうところと、動画チラシパネルみたいなところまでは思いつくものの、それ以外で、はい、ブースを目立たせたり集客力を上げる、なんか方法があれば知りたいという、はい。まず基本的なブースに対する考え方ということで、ぜひこれをやってほしいんですね。はい、最も目立つ、まあ、パラペットと呼んだりしますが、まあ、ブースの上段に、ブースキャッチコピーっていうのを大きな文字で掲げてほしいんです。まあ、つまり誰のどんな悩みを解決するブースなのかということをしっかり大きく書いておくということをしてほしい。うんね、これリアルもそうだし、まあ、オンラインでも同じです。例えばこんな感じです。ここですね、これ防護ガウンですよ。感染対策エキスポという展示会にお出になって、もともとはレジ袋とかを作っておられるような、福井県の宮源さんっていう製造業さんが、病院ですね、ドクターさんとか看護師さん向けの防護ガウンっていうのを作って出た展示会なんですけど、まあ、ここですね、まだ今のガウンで我慢します。みたいな感じです。今みたいに2コマのブース、でかく出てないぞって思われる方がおられたらあれなんで、ちっちゃい方も出しときました。切断で悩まない。ウォータージェット加工の浦和さん。これがキャッチコピーですけども、まあ、そうそう、少なくとも切断をしている企業さんが来るはず。ウォータージェットを使って難しいものを切断できますよということを訴求したいというやり方があったりします。まあ、製造業ならではということで、ブースで来場者に説明をするだけじゃなくて、こう体験、体感をさせる。で、これは浜松にあるチップソーの会社です。チップソーってあの丸のこぎりです。二つ釣ってありますが、一つは自社のもので、もう一つは一般のものです、ね。叩いて振動と音の違いを確かめてみてくださいって言ってバチがあるんですけど、叩いてもらいます。一般のものを叩くとドラみたいにボーンってこう反響するのが普通なんですけど、で、自社のやつを叩くとガッガッって言ってあんまり反響しない。これなんでだろうって普通思いますよね。で、思った後で、これはねってこう揺れ、振動に強いっていうことです。だから精度が高く切れますよ。話をすると絶対頭に入りますよ、ね。こういうことをぜひ考えてみてほしいんですよね。うちはその最終商品がないとか、そもそも商品が技術なんだという方でも、工夫をすればできますからね。もう一個例を挙げるとね。これもすごく面白いやり方してくれたんですが、ウレタンの会社です。ウレタンってまあ本当に硬いのから柔らかいのまで自由に作れるし、あとその反発力って様々なんですよ。これが的当てなんです。ウレタン的当てゲームっていう、ここにいろんな材質のウレタンがあるんですが、これをワンバウンドさせて当てましょう。当ててみてくださいってやると、まず1個適当に掴んでワンバンさせたらめっちゃ跳ねるんだよ。で、次のやつをやったら今度全然跳ねない。ウレタンってすごいいろいろなのがあるんだなって、みたいなことを体験してもらうという。やり方ですね。やっぱりだから展示会なので相手の体を動かさせて記憶に残してもらうというね、ぜひしてもらいたいなっていうふうに思います。なんか今までの事例を見てると結構シンプルなブースも多いし、それすごい工夫されてお金使わずに頑張ってらっしゃるなっていう感じがすごく伝わります。最後6つ目のテーマの方に移りたいと思うんですけれども、はい、6つ目がオンライン展示会で成果を出す方法ということで、初対面のお客さんとオンラインでうまく距離をなんか縮めるコツっていうところと、あとオンライン展示会でなかなか成功事例を聞かないので、うんうん、なんかそういった事例があれば教えてほしいという、はい、質問が来ております。オンラインでこう距離をどう縮めていくかみたいなところなんですけども、2つポイントあるかなと。1つはですね、基本的なマナーみたいなものですよ。音が全てというか、音ってめっちゃ重要でしょ、オンラインの時ってね。そうですね。でも中には良かれと思ってピンマイクをつけてるんだけど、そのピンマイクがずっと服と擦れて
ってなりながら喋ってる営業の方とかおられますからね。でお客さんとの関係性が良くて、いやいや誰々君ちょっとカサカサ鳴ってるでって言うてくれるお客さんやったらいいんですけど、あんま仲良くなかったら我慢されちゃうんで、決まるもんも決まらないですね。だからそれは良くない。音にしっかり気を使うということをしたらいいですし、いつもより大きめに話をする方がいいと思います。さらに言うと、まあ、できたらオンラインでやるときはマスクを取れる環境を作ってほしい。その表情を見えるかどうかで大違いなんで、個室に入ってマスクを取って喋れるような環境を作ってもらいたいと思います。でこれもすごく大事でですね、普通にやるとノートパソコンの蓋の上のとこにカメラがあるから、こうなるんですよ、こうなるんです。これめっちゃ見下ろしてるでしょそんな風に意地悪思わないんだけど、潜在意識の中に、うわなんか めっちゃ見下ろされてる、上から目線で来られてるって思うらしいです。そうならないようにカメラと目線を合わせるということをしてますよね。であと、まあこれはね、動いてあげるってことがすごい大事です。ただ動くと言っても横に動くとあんまいい感じしないでしょ。自撮り軸がぶれてるみたいな感じになる、うん、そうならないようにこう縦に動くって、まあ、僕 3D ワホですけどね、一つ重要なことあるんですよ、こうめっちゃ近づけるみたいな、逆に下がってみるみたいなねそういうことをしてあげるという思いやりを持ってもらうっていう。であと、まあこれはね、最近の Zoom の機能でも機能上で顔を明るくするという機能ができたんで、それを使ってもらっても もちろんいいんですけど、顔が明るくなるだけでも全然印象って変わりますから。あともう一つはですね、オンライン商談ってどうしても世間話とかやっぱしにくいんですよ。でどうしたらいいかというと、僕は商談前だと思うんです。何でもいいです。例えば日頃から Facebook やっといて、今日月曜日です、先週末はちょっと釣りに行きましたのFacebook で上げといて、でお客さんがそれ見といてくれたら、興味がある人は多分言ってくれる、釣れたの、じゃあこれ話できますよね、まあ、みたいに、その自己開示をする、まあ、仕事と違ってどういう人間なのかというところを開示するっていう時間がなかなか取りにくいからこそ、営業の方を一人お一人がこう SNS みたいなものを使って自己開示をしておくということいいと思いますし、あとはまあ中にはこれもやってもらってる企業さんもありますが、スマホとかズームのレコーディングでいいので動画を撮っておいて、明日誰々さんお話できるのを楽しみにしてますいう風に撮ったやつを YouTube に限定公開して、明日よろしくお願いしますメールの中に組み込んでおくことっていうのは、まあ一手間かかりますけど、大した手間じゃないですよね。そういうきっかけがないとなかなか脱線した話しづらいですし、そういった動画とかの中に趣味の話とかも入れて、もし共通の趣味とかがあったら、必ずその話には触れていただけそうな気がしますね。はい、はい、そうなんです。で、オンライン展示会で成果をどう出すかですよね。これはなかなか難しいテーマですが、僕のお客さんの中にもオンライン展示会で成果が出てるという企業さんもあります。で、どうやってるかっていうと、期待をしすぎずに、きちんと作って放置するっていう感じです。きちんと作ったら、あとはもうほっとくというのが、まあ一つの今現在の成功パターンな気がします。例えば、EMM さんのオンライン展示会とかだと、費用かからずに今出れたりしてます。ああいうものできちんとセットして出しといて、それで成果出しておられる企業さんとかもありますから、それがいいんじゃないかというふうに思います。結局、元も子もない話をしますと、オンライン展示会で成果が出るということは、そこにある情報は相手のためになっているということなので、自社サイトでそれを運用するということをしてほしいんです。ホワイトペーパー的なものでダウンロードするということももちろんそうだし、お役立ち情報を提供することだとか、そういったものを自社のウェブサイト上でもそこに対して反応をしっかり取っていくということをしてほしい。逆に言うと、自社ページで反応が取れた記事なり、たくさんダウンロードがあったお役立ち資料、ホワイトペーパーなりをオンライン展示会側に載せていくってことをすると、当然確かになんか、はい、ウェブサイトってそんなにじっくり見返してどう回収していこうかって考えないと思いますけど、そういうオンライン展示会とかの機会をもとにウェブを回収していくっていうような使い方って非常にできそうな感じがしますね。分かりました。次のテーマ、はい、いろいろ質問させていただいて非常に役立つ回答ありがとうございました。最後にですね、これから展示会出展控えていらっしゃる製造業の方たくさんいらっしゃると思いますので、一言いただいて終了としたいと思いますので、よろしくお願いいたします。あ、はい、ありがとうございます。少し、ね、はい、今日お伝えしたことが役に立てていれば嬉しいなというふうに思うんですけども、なんとなく全体を通してお分かりいただいたかもしれませんが、展示会ってお金をかけなくても、まあ、人手が少なくても、うん、知恵と工夫で大企業を中小企業が凌駕するっていうこともできたりするような、うん、非常にこう魅力的な手法です。コロナを経て展示会は確かにいろいろ変わってきていますが、まあ、より重
重要度が僕は高まると思います、うん、何事もオンライン上で完結しようということをやっても無理があるっていうこともだんだんみんな気づいてきて、手で触れること、舌で味わう、鼻で匂うこととか、五感の中でもオンラインでできないような体験を人は求めることになると思います、うんうん、そこにしっかり出ていくっていうことが重要で、出るときにまあ製造業さんついですね、うちの技術がスペックなんて言いたくなるんだけど、うん、まあ、それによって相手がどう良くなるかということをしっかりブース上でお金をかけずに表すというですね、うん、ことをしてもらえば必ず大きな成果って出ると思いますので、ぜひですね頑張っていただきたいなというふうに思います。心から応援をしております、はい、清永さん本日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。